彼らは私を待つために速度を緩めた。私はハンドルに向かって前かがみになっている見慣れた背中の丸みを記憶に留めながら、優しさがほとばしるのを感じた。私の見た目はどうでもいいのだ。太ももに血液が駆け巡ると、私はまた自分の体に宿るちっぽけな命について考えた。親友と夫は愛おしそうに私を見て笑っている。一言も発しないまま私たちは走り続けた。私の目には涙が溢れている。思わずありがとうと叫んでしまいたくなった。この体で生きられるのはなんて幸せなんだろう。